神谷さんの選んだリヴァイのシーンです。それがこちら。はい、はい、72話。そうだよな、うん、モテたことくらいあるねえだろうって感じしますけどね、インパクトありましたね、そのありましたね、はい、あの目をこう反らしてっていうのはちょっと面白かったですよね、うん、彼にもそんな一面があるんだと思って、ちょっとね、はい、まあもうなんかある意味その他のキャストの方々はね、そのやっぱり展開が変わったりとか新キャラだったりとか、はい、それでこう立場が変わっていって、その課せられるものが変わっていってるんですけれど、うん、はい、リヴァイはもう何も変わってないので、第一期の時からまあそんなに変わらずに、はい、自分の立場も変わらずに、まあもちろん団長エルヴィンを失ったことはとても大きかったと思うんですよ、はい、だからそこから先行ってもある意味余生みたいな感じにはなってる気がするので、あの新しいところだったりとかっていうのを見せるのはすごく難しくなってる中で、ああこういうセリフも用意してくれるんだっていう点では、うん、あの非常にやってても楽しかったですね。ああそうですね、はい、またあのちょっとリヴァイとジークはこうお互いを通して見えてくる部分もねありますよね。そうですね、完全にそのジークに対して、攻めくじゃないですけれども、うん、何か情報知ってんじゃないかと思って、うん、多くを引き出そうと思ってかなりこう裏ではバチバチやっている中で、はい、そのまあお前モテたことねえだろって言われて、うん、ちょっとこう締めがちになっちゃうあたりとか、うん、そこ責められるとダメなんだこいつちょっと面白かったですね。そうですね、少し人間らしい部分もね、そうですね、はい、見えてくるのと、はい、あとこうどうでしょう、やっぱりこうエルヴィンのことをね思い出して、なんというかそのジークとの死生観みたいなものもね若干こう、まあそうですね、うん、まあ、アクションシーンだったりとかで、うん、そのまあ団長の思いを背負って、はい、まあついにそのとっ捕まえて、はい、まあ本当はもうこの刹那殺してやりたいっていう気持ちがもうずっと持ってはいるんですけれども、うんうん、やっぱり大義をなすためにはそれをこう我慢しなきゃいけない、でもついに自分たちがそのなんだろう屍の上に築いてきた、最終目的みたいなものにたどり着ける、はい、っていうところをこうなんかもういつもこう目の前にしてそれがこうなせないっていう点では、うん、はい、まあ本当に不憫な人ですよねリヴァイはね。そうですね、はい、でもこうだからこそ乗り越えて人類最強って言われてる ね、だからその人類最強はもう本当に返さなきゃいけないんじゃないかってずっと思いながらやってますけれども、あまあ本当に良くないあだ名だなと思ってます人類最強は、はい、うん、ありがとうございます。